Woke up, told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. You've been waiting here for too long, think it's time for you to move on. Realize that there's real lives and these real times will be strong. I've been waiting all my life. はい、で2番目、これからやってみたい興味があることは何ですか？趣味になるようなものです。はい、去年、あ、一昨年かスカイダイビングやったの。一昨年スカイダイビングやって超ハマりました、うん、どこでやられたんですか？埼玉で、ね、あ、わかります、はい、うん、そこでやってもう一瞬ライセンス取ろうかなとも思った、うん、3万かそこらのとこですよね、確か3万ぐらいでできる、うん、そんなしなかったよね。いや、そんぐらいしました。5万ぐらいか。あ、そうそう、そんなとこだね。うん、俺はまあ、ずいぶん昔の。あ、そうなんですか、はい、何回ぐらい泊まれたんですか？1回だけ。あ、1回だけで。はい、ほら、もう毎日仕事行ってるから、はい、なかなか日曜日だと予約取れないのよ、はい、あ、なるほど。前回も、はい、社長には、はい、俺は、はい、仕事休んでまでスカイダイビングは行けない、はい、でも、ね、日曜日撮ってくれと、はい、うん、みんな日曜日こう撮ったんだけど、はい、日曜日全部埋まってるって言われて、うん、じゃあ社長ちょっと俺ちょっと何曜日ちょっとこう用事あって休みます、はい、社長が佐々木さんスカイダイビングでしょって言ったからね、うん、今度じゃあスカイダイビングの模様なんかを見せていくのもありかもしれない。そうですね、うん、でも前回飛んだスカイダイビングの写真だけは載せたことありますよ、うん、あ、はい、あ、動画じゃなくてですね。そうです、はい、だ、この経費的なことを考えて、例えばこの質問者の方が、自分の分も含めて佐々木さんの分も含めて、お金を出すっていうことだったら、また実現が早かったりしますか？あ、スカイダイビング、はい、いや、もう全然大丈夫ですよ。全然大丈夫っていうか、うん、まあその視聴者の方がね、スカイダイビングをするスポンサーにもなってくれればより早く実現するんじゃないかなって俺今勝手に言ってるんですよ。あ、まあそうですね。大丈夫ですか？大丈夫です。じゃあこの見てる方でスポンサーになってくれる方がいればぜひまたこれもメールいただきたいですよね。そうですね、はい、今の懸念事項で言うと、さっきもちょっとまだ調べてないですけど、佐々木さんのもとにスポンサーになりましょうかみたいなメールが来てますよね、はい、そういうのもぜひ受け付けてますもんね、はい、だからただ分かりづらいメールが多いんで、携帯とか本当にスポンサーになってくれるんならあれば携帯とかすぐ連絡をつく連絡先もメールでいただきたいみたいな形でよろしいですか？そうですね、はい、分かりました。で次の質問です。名前が有名なことで昼間のお仕事に支障が出たことはありますか？ないです。ないですか？一回もないです。本当ですか？はい。そうなんだ。全然ないです。それは若い頃も含めてですか？若い時は、うん、若い時は俺がまあそれは別に有名だからどの子じゃなくて、うん、はい、中国人というだけで断られました、はい、あ、仕事はね。それは履歴書とかそういうことでですか？そうです、うん、今はないですか？ないです。わかりました、はい、じゃあ次の YouTube の他のアウトロー系の配信者のことはどのように見られてますか？うーん、俺アウトローの YouTube ってあんま見ないんですよ。ああ、そうなんですか。ちなみにじゃあどんな、YouTube は見られてますか？ラファエルとか、プロタンとか。プロタン、はい、 あと朝倉未来とか。ああ、はい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 。あとちょっと見るのがそのカネキン、あ、もうボディービルダー、カネキンとジンの動画はちょっと見るけど。ジンこれもボディービルダーなんだけど、日本で4人目かな、プロボディービルダーになったの。うーん、じゃあその方たちとかとは、コラボとかも、交渉してみましょうか。できればやりたいですよね。あ、そうですね、うん、ちなみにアウトロー系の方たちとの、コラボについてなんですけど、はい、これがまあ非常に複雑で、はい、まあ、佐々木さん以外からの
まあ、意見とかも多々あるわけなんですよね、はい。まあ、ぶっちゃけ向こうが了承しても、はい、正直実現できないようなものもあるんですが、はい、アウトロー系の方たちとのコラボについてはどのような認識ですか、佐々木さんは。俺は全然コラボしてもいいと思ってるし、はい、ただ認識、うん、あんまり認識という認識を持っていないね。そのよくこうみんな偽物本物ってアウトローとかその嘘を語ってるって言うけど、はい、あんまり見たこともないから、あ、佐々木、あってそういうふうに俺突っ込んでみたいよね。ああなるほどね、はい。そうだ、今、正直佐々木さんの周りの方が懸念しているのは、はい、中途半端なハッタリでありとか、はい、まあ、いわゆる業界の中で偽物って呼ばれてる方たちと佐々木さんが並ぶのを非常に危惧してまして、はい、自分みたいな、まあ、自分はまあ外野の人間として言わせてもらうと、はい、注目されてる人間、はい、要はアクセス数でいうと2桁以上違う人間とコラボなんかすることは、はい、声量のこのチャンネルにとってはいいことだと思うんですが、はい、やはりそこはストップが現状だといろいろ入るんですよ、はい、まあ、佐々木さんが知らないところかもしれないんですけど現実問題入るんですね、はい。そういうことに対してはどう思われます？まあ俺的にはみんなとコラボ取れればいいと思ってるし、はい、まあその反対する意見っていうのも尊重してあげたいなって、うん、そうですよね、はい、その辺が難しいところですよね、はい。じゃあその佐々木さん個人としてはいわゆる業界の中で評判が悪かったりする人間とも動画上で絡むことは大して気にはしてないという認識です。そうです、全然 OK です、まあ、分かりました、はい。ただ周りの人たちの意見も尊重しなきゃいけないっていうようなことですね、はい。じゃあこれ一般の視聴者の方に、はい、誰とコラボが見たいかみたいなものも募集していくっていう。そうですね、はい、分かりました。じゃあそれを募集していきましょう、はい。で今の方は、これから佐々木さんが有名になっていく途中クソみたいなことを言われたり匿名掲示板に書かれたりすることもあるかもしれませんが、はい、自分は微力ながら佐々木さんを応援しています。ありがとうございます、ずっと突き進んでください、はい、魂の言葉楽しみにしています、はい、ということです。頑張ります。視聴者ゴリラさんということですね、はい。じゃあ魂の言葉を楽しみにしてるっていうことなんで、はい、佐々木さん魂の言葉いただいてよろしいですか。魂の言葉、はい、俺の魂の言葉、はい、男はまっすぐ生きろ、はい。素晴らしい言葉ですよ、ね。はい、わかりました。じゃあ次、マックス田中さん、はい、はじめまして。はじめまして。質問を失礼します。インターネットなどでよく目にするドラゴンの馬場さん藤岡さんとはどういう方なのでしょうか、はい。またお二方の関係性や伝説などあればお聞きしたいです、はい、差し支えない範囲でお願いします、はい、佐々木さんのチャンネル楽しみにしておりますっていうことですね、はい。これは差し支えがどうですかっていうことですね、まず、うん、差し支えはないです。あ、じゃあ、馬場さんとはどうですか。馬場とも付き合いあります。今でも今はもう旅行ってます。そうですよね、はい。なんですかね、馬場さんについての思い出とかそういうのはありますか。思い出、うん、思い出、思い出という思い出ないな。そうですか、なるほど。まあ、じゃあ佐々木さんにとって馬場さんはどういう関係の方ですか。後輩だね、単純な、はい。あまりでも濃くは付き合ってらっしゃらないって感じですか。まあ濃くないっつったら嘘になるし、はい、濃いっつったらそんなに濃くはないし、あまり仕事ではないんでないっていうことですよね。ないない、はい、そうですよね、はい。ただその人間的な交流は続いてらっしゃるってことですね。そうです。じゃあ後々馬場さんが旅から戻ってこられたらチャンネルに出てもらうみたいな。本人が出てくれたらね。ああ、その辺そうですね、はい。じゃあもう一方でと藤岡さんとはどういう方なのでしょうか。藤岡も後輩です。でも藤岡、あ、そうか。でも藤岡さんともどうですか。藤岡さんにと、藤岡さんは佐々木さんにとって後輩です。
後輩、はい、いや もちろんそうなんですけど、はい、それ以上の言葉はないですかね。まあその以上の言葉を、はい、あんまりこう全国ネットで言うことでもないかなと思って。でも論心論心のあれではこの前の会長就任出してますよ、はい、そう、まあ、ああいうところで分かればっていうことですか。はい、うん、分かりました。次はブルース・リーさん、いつも動画を拝見しておりますと、はい、昔ニュースで報道されていた歌舞伎町の喫茶店で起きた件について真相を語ってほしいですということです。歌舞伎町、はい、ああこれは相手もいることなので、はい、ましてこれ俺当事者でも何でもないから、はい、真相を語ることはできない、うん、だからみんなが要するにこう新聞でニュースで知ったことの程度しかないから、それでいいんだったら俺明日からもう一回ニュース読み返してそれで答えます、はい、まあ佐々木さんの見解を聞くっていうことも、価値あることだと思うんで、じゃあ次回でもそれはお願いしましょう。そうですね、はい、もしくは、加えてその当事者の方と佐々木さんは現在でも交流ありますか。ないです。あ、交流もなくなっちゃったんですね、はい、分かりました。じゃあ今回はもう最後にしましょうか、はい、佐々木様教えてくださいってなってますね、はい、尊敬する初代に質問いたしますと、はい、本当にあったドラゴンは葛西と横浜と府中とその他にはどちらにあったのでしょうか。あと王子です。そうですね、はい、この人が続けるのは王子もドラゴンですか。花魂という名前も聞きますが、はい、それそうです。そうですよね、はい、秋田さんですね。あとよく深川ドラゴンとか、はい、埼玉の方にあったとか聞きますと、はい、正しく知るのは初代のみと思い質問させていただきました、はい、ということですね。はい、その通りです。じゃあ、まず言うと王子の、はい、ドラゴンについては自分もちょっといろいろあったんですけど、はい、花魂っていうふうに書いてますよね、はい、これもだから質問であるように、佐々木さんにとっては王子もドラゴンだっていうことです。そうです。深川ドラゴンとか埼玉にあった方っていうことを聞いてるんですけど。埼玉、はい、埼玉にあったかな。これはおそらく、まあ、ちょっと差し出がましいようですけど自分が言わせてもらうと、熊谷の方にドラゴンレーシングっていうのがありまして、それは、王子の明さんが、認証したっていうような形だと思います。あ、でだからドラゴンの字は佐々木庵が作ったドラゴンの方なんですけど、佐々木さんじゃなくて、明さんの認証の下で立ち上げられたみたいな形が、チームね、はい、そうです。レーシングって、まあ、四輪も含めたようなチームで、今はもう存在しないと思いますね。深川ドラゴンは先ほど佐々木さん言われたようにもう葛西と合併したみたいな形でいいですかね。そうです、そうです、うん、それは何代目とかそういうのは覚えてらっしゃいます。大体10代目の時かな。じゃあ他にも、まあ、今回でいうと葛西、横浜、府中、王子、深川、埼玉以外は認識としてはないないですか。はい、分かりました。じゃあ今回の質問は、以上です。はい、最後に佐々木さんに一言お願いします。はい、質問いっぱい待ってますんでよろしくお願いします。